今日は2021年11月17日、水曜日、1時57分、21st November 17th Wednesday、157。朝日新聞の一面はアメリカのバイデンさんと中国のシーチンピンさんって言うんだな、これがオンラインで話をしましたって話ですね。朝日ニュースペーパーズアーティクル、US President Biden and Chinese Top Chairman Xi Jinping talk with online。話をすることはいいことですね。 It's a good case、talk discussion、 まあ仲良くそれはいいんですよね。 All people should get along。 でもまあ3時間半喋ったんだけど、結局話は平行線でしたということでね。で、トークFor three hours and a half, but conclusion is parallel. まあそれでもいいんじゃないかね。結局は、まあ中国の人権の問題と台湾の問題ですな。よし、いい、どっか行くのかい、みんなで。ああ、YouTube 載せるんだ。うん、毎日 YouTube 載せてるからな。おお、映ってる映ってる。田中哲郎で検索してみな。これおじさんの看板だからな、これな。田中哲郎。哲郎。行こうぜ。うん。人が喋ってる時に行こうぜって言うなよ、お前な。いいけどさ、忙しいのか、お前ら。おい、ほんじゃな。おい。結局は台湾問題ですね。 It's their division is about Taiwan。 まあ中国は台湾は自分たちの国の一部だというわけですわ。中国 insist Taiwan is a part of our country。 まあしかし一応台湾はまあ独立してますわな。アクチャリー台湾 is an independent country。 しかしアメリカもですよ、一応は中国の主張を受け入れて台湾は中国の一部だと言いつつも、軍事的には台湾を守りますよという姿勢を取っていましたね。 However, USA state their position is aAccept their Chinese opinion. Taiwan is a part of their country. However, US support the Taiwan's independent situation. まあね、はっきりさせなくてもいいのかね。I'm not sure how to do. しかしまあ、中国が台湾に対して無理やりに何かやるんだったらそれは嬉しくないですよというふうにまあ警告している。 And US warned to the China, if you try to change the today's situation, we are not happy。 で、台湾は
中国はアメリカに対してあんまり台湾に肩入れすると我々嬉しくないよと言ってる。 And Chinese China insist we are not happy you too much close to the Taiwan。 そしてまあ常にアメリカが中国に言ってるのは中国の中の人権問題だね。 And alwaysUSA point Chinese human rights situation。 まあ言論の自由がない。 They are not free of the speech。 まあ人権の抑圧が続いてるわけですな。 Oppression of the human rights is continued。 でもそれに口出しするなというのが中国側の姿です。 However, don't accept our country's problem. It's a don't do your business. You are not business. まあ確かにですよ。人権問題と言って中国を批判する資格がアメリカにありますか？あんたんたちの国の中では人権はちゃんと守られているんですか？って話だよな。Actually, the USA's human rights situation is hard. It's enough or not. 未だに黒人に対する差別が続いていますよ。Still now, the discrimination against black people, not only black, many kind of racism orAnother discrimination, LGBTP, LGBTP か、ね、つうことだけどね。まあ今原爆を持っている国がたくさんなりましてね、中国もたくさん持っています、アメリカもたくさん持っています。だからマジで戦争することはまあ不可能だと思いますよね。 TodayA lot of countries have a nuclear weapon, bomb. So it's impossible to fight each other seriously. It's impossible. お互いの国の人間がものすごい数死にますよ。Terrible number of the people will dead, each country. 相手の国から飛んでくるミサイルを全部撃ち落とすなんて、まあ不可能ですからね。It's impossible to fall down the enemy's missile. おう、どこ行くのか。そこで遊ぶの。はい。よいってらっしゃい。まあ、仲良くすらいいことです。The conclusion is, let's get along together. マスクしてると顔がわかんねえ。こんなものいつまでしてんだよ。もうコロナ終わったぞ。仕方ねえ。始まったもんがあるんだから。認知症がすごいぞ。ありがとうよ。練習してる？あ？剣道の練習してる？あ、ちょっと剣道の自分でやってるだけで今あの道場行くのサボってた。今日もあったんだけど。ダメよ。すみません、すぐでもちゃんと行かないと。頑張ります。いや、こうやって話できるのは私とあなたくらいのもんじゃないの。なんで？二人だけでしょ、こうやって話できる。いや、いっぱいいるよ。いっぱいでもないけどな。普通の人いっぱいいるけど。あ、警察で。いや、何人かいるよね。あ、本当。あなたが私のあれをあのビーチボールを立てるのを指ってくれた宮里さんではなくて
昔の交通課の課長だった。もう名前がね、何人かが警察の人いるからね、こんがらがるね。あとあそこの駐在のあの兄ちゃんとも仲良しだしさ、あとね、あと割と最近同じ格好してると思うんだけど、皆さんと撮ってる皆さん、あの大人だったよね。あの人は最近見ねえな。なんか変な席してるから。誰が？宮里さんが？あの近づかない。近づかないんじゃなくて、じゃあのさ、病院に行けばいいのよ。行かないんだよ、言っても。そうか。いや、わかるでしょ。自己免疫力高めなきゃダメだよって、剣道やれ。あの人は剣道なんでしょ。合気道って言ってたな。合気道でもやれ。Yes.